どうもありがとうございます。今回の動画は世界一位に対戦を申し込んでフレマしていこうと思います。その世界一位の方お呼びしています。この方です。こんばんは、ココマルです。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、なんと新環境ね、レート1800いかないとビビワンいけない仕様になったんですけど、レート1900超えて世界一位を発足取ったココマルチンをお呼びしてます。まあ、今回ね YouTube も始めるみたいなんで、うちのチャンネルでフレマ対決をして、その後ねココマルチンのチャンネルの方でガチスカ解説もやってもらうんで、ぜひ概要欄のリンクからチャンネル登録お願いします。それでは早速フレマやっていきます。はい、ということでね、対戦部屋の方に入りました。対戦お願いします。お願いします。いつもね、フレマはちょくちょくするんですけど、動画では初めてということで。ちなみに、いつも俺が勝ってます。よろしくお願いします。え？はい、ということでね、早速やっていこうと思います。自分はね、クロアチア方面使っていこうと思います。もう最強のブリッツでいきます。ココマルチンの方面は何使ってますかね、これ。僕はセパハンです。ああ、なるほどね。まあ今作も強いんで。ちなみに自分は今作使いこなせずにクロアチアに逃げました。まあどっちもいいとこあるんでね。調子どう？選手の。調子ですか。うん。メッシとちょっとソン・フンミンが絶好調なんで、うん、この二人でね、ボコボコにしていきたいと思います。要注意で。はい。いや、勝たないとね。さすがにこっちも世界一位にまたヒロって言われるのがね。で、勝ったらこれから動画を世界一位討伐でつけていきます。よろしくお願いします。サムネが変わらないように頑張ります。じゃあ対戦お願いします。お願いします。守備の時意識してることってあるの？守備の時には基本、うん、まあボール持ってる選手にあまりプレスをかけすぎずに。かけないんだ。自分はボールパスコースとかに、パスコースを切るイメージか。そう、限定したりとか、あとはスペースを切ったりとか。なんかロングカウンターは結構プレスした方がいいみたいな話も聞くけど、そんなことないんだね。ね、自分はまあどちらかといえばやっぱドリブルしてくる相手とかにやっぱそのマッチアップかけるとボール取れなかったりすることが多いんで、うん、なるほどね。ためにカバーディングを気をつけてます。うんうんうん、このクバ、マジでボール取れないんだけど。ちょっと危ない。あ、危ねえ。わあ、惜しい。もうやめてほしい、シューキャンは。シューキャンできたら猛者みたいなのがあるわ。まあ、最近はもうね、新しい武器、ブリッツを手に入れたから、そんなに中攻めなくても、ワンチャンがある。ね、やっぱ猛者でもむずい、ブリッツ、警戒して止めんの。いやー、あれは、どうやっても止められないんで、本当に周期的にっていう感じですね。やっぱ上手い人見ると、ちゃんと下げんだよな。危機管理がちゃんとしてる。俺もうめっちゃいっちゃうもん、こうやってビエルで。あかん。はい。マジでゴミ。ゴミゲーです、このゲームは。どう、ショーブリッツ、えぐい。そうだね、なんかもう。可能性がないところから、可能性が生まれちゃう感じがやっぱ。うん、ブリッツってすごいなって。もちろんなんか決定力とかがそんな高いわけじゃないんだけど、うん、やっぱり打ったらなんか起こるんじゃないかっていうのが一番。前いけないから打ってみるかができるのか。そうですね、そこで変に戻してね、事故ったりもあるから。そうす、もうチャレンジしていくって感じです。シュートで終われるのでかいね。ちょっと待って。危ない、危険すぎる。これは OKOKOK。いやー、うまい。うわ、最悪だよ、マジで。で、結構ちゃんと抜け出し見る。あ、そうですね。結構自分は、あんま選手見ないで、うん、裏抜けとか、他の選手とかの動きを見ながら。うんうん、いやー、よう見てるわ。てか、やっぱライブレなんだ、トップは。そうですね。やっぱ、ロングカウンターな分。うん、裏抜けしないことが多かったから、やっぱ、まあ、そうね、背負って展開ということが多いから。うぃー、うわっ。やっぱこういうポストプレーが多くなるね、無印だと。そうっすね、やっぱそのフリットってやっぱもう起点が作れるから、うんうん、どうしてもそこを止めに行くのっていう簡単じゃないんですよね。上手い人見るとシューキャンめっちゃ多用するよね、大事なところで。相手にフェイントかけるっていう意味でもやっぱシューキャンは。お、
おお、危ない危ない、これがあるからね今は。あそこからの失点マジでディビジョンでやっててもかなり多いですか。やっぱ あるブリッツですか。あります、かなりあること多いですね。特にこんやっぱ強いんでみんな決定力もあるんで、うんうんうん、その角度から決めちゃうっていうのめっちゃ多いっすね。あるんだな。でさあ、もう瞬間世界一取った人でもこういうことあるわけだから、もう無理よね普通のディビジョンやってる人たち。うわ、ダブタブリッツと止めてブリッツどっちが決め感いい、やってて。ダブタブリッツの方が、うん、そのやっぱダブタコンカみたいな感じで、うん、なんかシュートの勢いはあるんですけど。あー、なるほどね。やっぱボールがちゃんと収まってる状態が、ね、結構足元からなくなることあるしね、ボール。はい、なんかもう絵遠いんだけど結構後半から入れる選手は。そうですね、タイミングとかを見たらスパサブ系の後半の選手は入れてちゃいますね。いやー、もうしっかり空いてんもんな。あかん、ガチあかん。うわ、うまっ、危なっ、危なっ。え、これさ、もう江藤にボール渡った時点でもう次こうしようっていうのを決めてんの？いや、入った時にどういうところからパス出すとか、うん、もしくはシュートを使っていうのを、まあ、その場で考えてはいるんですけど、なるほどね、やっぱプレッシャーが来る前にもう考え決めちゃいますね、うんうん、無理だな。やっぱその判断できるようになると勝ちやすくなるんだろうね。やばいやばい、いいねいいね。これ集キャンしてまた切り返して中切り込んでパス、はい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 。やっぱ横パスワンシューは大事だね。そうですね、もうテンプレートな攻撃のパターンの一つなんで、これは強いです。やっぱ攻撃より守備安定の方がいい、やってて。そうですね、やっぱその自分の守備得意な人間ではないんで、うん、やっぱ攻めやすい攻めの方ができる分、うん、守備はやっぱロングカウンターっていう風にしておいて、まあ楽に攻めやすい。あとなんかフォーメーション変える人いるじゃん、相手のフォーム見て。はい、フォーマルチン、どう本作っていうか世界一になるまで変えてた？もうずっとセパン変えてる時もありましたね、うん、それなん、どういう時変えるの？特に前回 の, そ, のそれこそ 4-2-2-2 のツーモフとかがいた頃とかは、うん、やっぱりそのセパハンだと若干やりにくさがあったんで、その時はツーモフに戻したりとか、うんうんうん、別の目でそういうことがあり、ね、基本はあんまり変えないことが多いです。あ、やっぱ変えると調子狂ったりする？変わりますね危なっ。そうなんだね。でさ、モサでさ調子変わんのに俺みたいなのが対策して声変えてもガチ沼るだけだよな。やっぱそうっすね、1個使ってもうフォーメーションによって対策見つけていった方がいいんだね。そうですね、やっぱ自分が勝てる形を作ってから、うん、じゃあこの時どうしようかみたいな、そこから考えること。ありがとうございました。ありがとうございました。まあまあシュート数で勝ってるから、このブリッド7本ね、普通にガチで試合して 3-1 で負けたんですけど、もう本当にそれだけうまいんで。まあね、今回試合の中でちょくちょく解説入れてもらってたんですけど、まあ、詳しい人選解説、まあ、どういう戦い方をするかっていうのはフォーマルチンのチャンネルで詳しく解説してくれるんで、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、ということで今回はね世界1位と対戦したんですけども、しっかりとボロ負けということで、またねいつかリベンジしたいと思います。フォーマルチンありがとうございました。ありがとうございました。ではね、最後にフォーマルチンから何かあればお願いします。はい、これから同じイーフトプレイヤーのペリーさんと YouTube 活動を始めていこうかなと思ってます。ぜひチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。じゃあね、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。